今前半の40分がキックオフされました。今日の決勝戦です。さあこれはいいスタートになった。ゴール前で1人待っているがシュートに行った。ゴールキーパー弾いている。大井の左サイドから田中、オルファメゴール。藤枝東先制。10番の丸岡。後半5分も経過しています。交代選手も用意している静岡学園高校。さあこれはクロス相手にシュート。9番横山同点ゴール。ゴール前4番の松下、9番の横山上がってる。キックが前にシュート。ゴール。ここで試合終了のホイッスル。静岡学園高校2年連続8度目の全国大会進出を決めました。